じゃなくてわざわざこっちに集合だなんてどうしたんだろう、アキト。あ、来たか。あ、もう来てたんだ。ずいぶん早いね。それで、何？話って。お前のことだ。え？私のこと？お前最近調子悪いだろ。急に考え込んだり、暗い顔になったりな。ああ、バレちゃってたんだ。私がモヤモヤしてたの。ま、そこまでもろに顔に出てたわけじゃねえけどな。トウヤと小羽も、多分気づいてねえし。そっか、よかった。変に気を使わせちゃったら悪いもんね。実はさ、最近、小羽のこと考えてるときにモヤモヤすることが多くてさ。そうか。それはあいつが前のイベントから一気に伸びてきてるからか。うん、多分そうなのかな。まあお前がどうかは知らないが、俺は最近あいつの歌を聞くと立ち止まれねえって感じる。小羽の歌がここからどうなるのか、きっと誰にもわからねえ。マジで未知数だ。その上、タイガさんまであいつに興味持ってるってなっちゃな。俺ですらそうなんだ。相棒のお前は、なおさらなんじゃねえかって思っただけだ。置いていかれるかもしれねえって。前の俺みたいにな。あ、そっか。だから気にしてくれたんだね。ありがとう、アキト。で、どうなんだよ。実はさ、父さんにも言われたんだ。小羽に置いていかれるって思ってるんじゃないかって。そういう気持ちは、ないって言ったら、嘘になると思う。でも、それだけじゃないような気がするんだ。まだ何か気づけてないっていうか。気づけてない。よし、練習頑張るぞ。今日こそちゃんと聞いててよ。はいはい。あ、今の声ってレントミクか。あれ、アキトとアンちゃん、今日は二人で来たの？珍しいな。ああ、うん。ちょっと二人でいろいろ相談しててさ。相談？レン君とミクこそどうしたの？練習って言ってたけど。あ、それは。前にリンが小羽と組んで歌いたくなっちゃったって言ってたでしょ？それでレンに火がついちゃったんだ。ちょっとミク。え、それってつまり、リンに小羽とじゃなくて自分と歌いたいって思わせてやるってことか。そうだよ。だって悔しいじゃん、リンの相棒は俺なのに。レン君、そんなに気にしてたんだね。そりゃ気にするけば。あんだって小羽に同じこと言われたら気にしちゃうでしょ。え、だから小羽にあんとじゃなくて他の人と歌いたいって言われたら嫌でしょ。自分が相棒じゃないって思われてるみたいでさ。それは、あん、アン、どうしたの？なんだか顔色悪いみたいだけど。ごめん、レン。練習見るのはまた明日でもいい？ちょっと
あんたちと話したいことができたの。あ、今日は見てくれるって言ってたじゃん。明日はちゃんと見る。それと今度メイコのカフェで好きなもの頼んでいいから。え、本当？ま、まあそれならいいか。でも明日は絶対だよ。うん、約束するよ。じゃあ明日ね、レン。うん、じゃあね、二人とも。ミク、実はずっと気になってたんだ。最近アンの様子がちょっと変だったから。本当に微妙に違うくらいだったから確信は持ててなかったんだけどね。それでどうしたの？うん、もしかすると私いつか小羽に相棒だって思われなくなるかもしれないって、そう思ってるのかもしれない。